皆さんはじめまして私はシアトルに本社がある米国アキセラインクの CEO をやっております久保田亮と申します今日は、えー、友人の菅野裕吾さんと対談できる機会をいただきまして、えー、大変光栄に思っております菅野さんははい、えー。作曲家の菅野裕吾と申します、えー、普段テレビドラマや映画、えー、アニメなどの サウンドトラックの音楽を手がけています、えー、よろしくお願いしますよろしくおお願願いいいししししまますすよろやしかしでもね僕と菅野さんがこう共通の友人を通して知り合ってまあどうでしょうね23年っていう感じですけど本当はあのこうしてシアトルでねお目にかかれるようになるとは思っても見なかったんですよね。このシアトルいらっしゃってまあ、数日ですけど、はい、どうですかこちらの感じは。う あれです、ね、あの久保田さんとかあと、ね、今回のプロジェクトリーダーの峯岸さん含めていろいろ観光連れて行ってもらったりとかあのお宅にね招いていただいてあのお蕎麦の職人さん呼んであの美味しいお蕎麦いただいたりとかして、えー、一応あのこっちでお仕事ということで来ているんですがとても楽しく。 あのシアトルを満喫していやシアトルは本当ねあの先ほど今おっしゃったようにお蕎麦がすごく大きな産地でありまして日本にもたくさん輸出されてるっていうことでそういう食文化的にも日本とのががりすすごくあるんですよね、うん、だから私もこちらに来てもう13年になりますけれどもすごくこの、まあ、日本を離れてアメリカに住んでいてもあのアジアの文化が身近に感じられる。 この地域なんですよねだからあのすごく暮らしやすいんで、うん、まあ来て数日のねかのさんがそのようなこともすでにお感じになったっていうのはあの、まあ、やっぱりシアトルのそれがこう魅力なのかなっていうのを感じましたね。うん、そうです、ね、なんか僕もいろいろアメリカも他の地域行ったりイタリア行ったり、えー、<laughs> してますけど大体旅行しても僕いろんなところ行くのが好きなのであの。 同じところに二度はほとんど行かないんですよね。でも。シアトルは、あの、また絶対来たいなと思いますね。あ、そうですか。今ね、さっきちょっとお話してた、我々共通の、あの、ね、あの。先輩とか、知り合いで、プロジェクトリーダーの峯岸さんは、このシアトルで。まあ、オーケストラのイベントのセレブレタアジアというのを、ずっと立ち上げからやってらっしゃって、まあ、あの、シアトルはすごく好評な、うん。 あのアジアをまあセレブレートするという音楽イベントなんですけども先日ソ連のコンサートに一緒にねあの行くことができたわけですけどもどんな印象を持たれましたこのシアトルの,その音楽このクラシック音楽あるいはこういうねあのオーケストラをペースとした音楽の,あのコミュニティとっていうのは何か印象日本と違ったりとかありましたうんやっぱりその 日本にいると日本人とかアジア人というのが世界からどのように見られているのかとかそういうことはやっぱりとても興味があったんですがうん本当に音楽特にそのインストゥルメンタルあのえインストゥルメンタルっていうのはそのいわゆる歌詞がある歌ではなくてオーケストラやピアノなどのえ音だけの音楽をインストゥルメンタルっていうんですけどもインストゥルメンタルっていうのは 国境を越えるなっていうことを本当に思ってあの言葉の壁がまずないですからねそういう意味であの辻伸之さんがんあのチャイコフスキーの「あのピアノ・コンチェルト一番」を演奏されていてうんでうん、まあ、外国人の方たちがこうスタンディングオベーションで泣いている姿とかを見てうん本当にうん日本人としての何て言うんですかね あのな何て言うんですかねそういう日本人とししてすすすごく誇らかかったですねわ、うん、りますその気持ち、うんまあ、本当今カ奈さんがおっしゃったそのインストゥルメンタルっていうのはその歌詞がないから実はその言語を超えたコミュニケーションでこう世界に通じるものがあるって言われたのはあのすごく僕も共鳴できて。 まああの実は僕はあの歌詞がある音楽っていうの意外に歌詞が聴き取れないっていうなぜかそういうあの体質が小さい頃がありましてすごくインンストルメンタルメタが個人的にも好きなんですよねそういうまああの僕の音楽の思向性もあったんでカノさんと知り合った時に純粋に「あ,あなんかこう菅野さんみたいな人を僕もあの友達になれたら嬉しいしまあ場合によってはサポートできたら嬉しいな」っていうのをすごく感じたんですよね。で今回もももその延長で我々も会社としてもこの 辻信之さんのソロコンサートあるいはセレブレターアジアその辻つこにありましたけどどちらも、まあ、あのサポートをさせていただいてるんですけどもやはりこの個人が作り上げた芸術作曲でも演奏でもそうですけどそういったものが、まあ、本当ねあの菅野さんが今おっしゃったように日本だけでなくても世界中の国の人たちが感動してもらえるっていうのを、まあ、あの場に僕も入れたっていうのはすごく。あの 嬉しかったですし、まああの関のさんもそういう活動をされてるんでね、今後まあこの今回ね、そういう音楽活動がどんなものかと視察にいらっしゃったと思うんですけれども、できれば関のさん自身もね、あのグローバルに活躍の場を広げていってほしいななんてファンの一人としてすごく思うんですよね。んそんな感じはどうですかそのあたりは。うん、そうですね。<laughs> やっぱり今回本当に、うん、漠然と今まで日本にいると。 いつか世界に出て勝負したいっていうのは音楽家だったら誰でも思うことですし音楽家でなくても人間だったらね志が高い人だったらきっと世界に出てあの一旗あげてやりたいと思う人多いと思うんですけどやっぱり日本にいると漠然としたものになってしまいますけど海外に出てアジア人があのね白人とか黒人とかあのアジア人 を本,当の本当に感動させているところをやっぱりリアルで見てもう僕もう負けてられないなっていうかもう僕も絶対にあの世界にチャレンジしたいなっていう気持ちがふつふつつととここの数日いいているるろですねねなるほど、ねね、ちなみにこの世界をこうねやってるこのエンターテインメントミュージックの例えば先輩とかでこの人を目標にこの人を超えれたらいいなみたいなそういう具体的な。 ロールルモデルみたいななのはんん持ちなんですかうんそうですねやっぱり日本人だとやっぱクラシックの指揮者の方たちっていうのは、うん、本当に世界から尊敬されていて、うんえー、小澤征二さんであったり佐渡裕さんであったり、うん、そういうあの、まあ、作曲家というよりはどちらかというと指揮者の方が本当に世界で、うん、あのご活躍されていて、まあ、そういうのを見ていると。 うん本当に誇らしく思いますしあそれこそも音楽とは全然関係ないですけどその一郎さんとかシアトルで、ねうん、大活躍されていた一郎さんとかを見てもうんちょっとなんですかねやっぱり僕から見るとその久保田さんが今お薬作ってられてでシアトルでうん大活躍されていてで昨日も。 あの今あのね、プロジェクト,セレレト「セレブレイトアジア」のプロジェクトリーダーの峯岸さんも、うん、レセプション会場で本当にあのみんなにリスペクトされてたじゃないですか「うんうん、よしよし」って言われて、うん、んすごくかっこいいなと思って、うん、あの自分も、ね、いつかやっぱり世界にチャレンジするっていうことが今回のシアトルの うん旅でなんて言うんですかね具体的になったというかより具体的にああイメージがはっきり湧いてきたという感じですかね、えーえー、そうですねなるほどね、うん、そうですねまあ我々もまああのその薬剤の開発っていうものを通してまあ国境を越えて世界中の人にそのまあ失明を、えー、まあ治療するような飲み薬を我々開発しているわけですけれどもそれを通じて世界に まあ広めていきたいっていうことをまあシアトルに突然13年前にやってきてやってるわけですね吉さんもえシアトルに引っ越してきてやってでそういうまあ外からこうシアトルに突然入ってきてもそこでまた新たな価値をどんどん生み出してると地元のコミュニティがすごく温かく受け入れてくれてそれでリスペクトしていただけるっていうのはまああの僕らみたいにこうまあ外国あるいは違った地域から入ってきてもあのすごくこう仕事がやりやすいっていうのは本当はあのまあ それがシアトルの持ってるこの地域の,まああの特性というか長所というか素晴らしい部分なのかなっていうのはすごく感じますね、うん、でもそれをまあね昨日ああいうセレブレタージャーにいらっしゃっただけで感じられたっていうのはやっぱり本当にそういう社会がここにあるんだなっていうのを感じますね、うん、今カノさんの言葉を聞いてると。うんうん えでも菅野さんはじゃあ今あのこの音楽活動を始めてこの作曲活動を始めてどれぐらいの年数やられてるんですかそうです、ねえっとキャリアとしてはうん音楽家ほどなんていうんですかね怪しい職業もなくてやっぱり職業としてどこからがプロで<ー>どこからがキャリアのスタートかっていうこともすごく難しくてそういういものなんですかうんで僕の中ではうんそうですね 音楽家と自分が作曲家だっていうふうにこう胸を張って言えるなっていうふうに思った第一歩は27歳の時に連続ドラマの月9ドラマ「ラストクリスマス」っていうのであの連続ドラマデビューしたんですけどそこから僕今25なんでえと今年26の年なので来年で10周年かなっていう。 三十六。うん、<laughs> いやいや。ね、<laughs> 今のは。受け狙いとして、素晴らしかったですね。で、三十、今五です。今年三十六の年なので。<laughs> いや、意外にしっかりしてるんだな、二十六にしては。は <laughs> <laughs> すいません。<laughs> <laughs> うーん。 あ、そうですか。うん、ってことは約まあ10年間やってるらしい来年で10周年。周年ね、なるほどね。ええ、僕らも会社がちょうど去年で10周年始めてからなったんで、ああうね、そういう意味ではまああの似たぐらいのねこの経験を積んでるわけですけれども、その中でもすごく。 あのチャレンジンジグだったったてことあります僕らみたいなバイオベンチャーだとやっぱり薬の最初の開発した薬がうまくいかなくなって次の薬に切り替えなきゃいけないとか最初のビジネスモデルではうまくいかなくてまた別のビジネスモデルに変えたりとかこの10年間で随分やっぱりこの会社の方針とかのカルチャーとかいろんなものを あの適用して変えていかなきゃいけなかったんですよね。音楽家の方っていうのはその10年間の活動の中でやっぱりかなり外部環境に応じてどんどん自分を変えなきゃいけなかったり、もう乗り越えなきゃいけないチャレンジのためにはこういうこともしなきゃいけなかった。何かあるんですか？うん、やっぱり基本的にはもうまあどん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 新しい人も出てきますし、どん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 開けられていくので、うん。 常に新ししいことを提案していかななけければいいいと思いますねそうですよねかのさんの音楽とか見てると、うん、あの子ども用の、ね、ピアノが使われてたりとかあっと驚くようなねそのエレキタリーで最初から始まったりとか従来にない形のものを次々とこうイノベーションを、ね、音楽の中で起こされてるから僕もその全く無から有を生み出すというそういうイノベーションをやるビジネスなんで、まあ、そういうクリエイティブなビジネスなんですごくあの 共鳴すする部分がありますよねでちらっとお話をお伺いしたところによるともう年間300曲以上なんかずっと作曲されることがあって、うん、でしかも今までほとんどその発想が湧いてこないようなスランプになったことがないっておっしゃってましたけどそれは事実なんですかうーんまあその当然生みの苦しみみたいなものはあるんですけれど、うん、やっぱり発注を受けて作るっていうケースが多いのでその発注を受けて作るっていうケースが多いので。うんその 発注に対してあの新しいチャレンジングをするっていうこと同じことをやっているとやっぱりどん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 煮詰まっていってしまうと思うんですけどもやっぱり外部からの,その発注に対して応えていくということで自分の才能であったりうん自分の能力であったりする部分とその周りの人たちのうん刺激によってやっぱり新しいものがどんどん生み出されていくと思うので。あなるほどね でもその周りの人たちののの刺激っていうのはすすごくよくよかります、ねまあ、あの周りまね周僕もその菅野さんとこうやってお話をしたりするっていうのは、まあ、ある意味この本業の制約とやってることからするともうかなりかけ離れてるっていうふうに一般の方は思われるかもしれないんですけど。 僕の本質的な会社でやってる一番大事なことは新しいものを生み出すっていう仕事なんですけどそれをやるためにはやっぱり全く違う分野の方とか全く考え方の違う方そういう人たちからどうやってこう自分はもう学び続けるかとか刺激を受け続けるかっていうのはすごく重要だと思うんですよねだから僕も無意識にそういうことをずっとやってこれたから、まあ、新しい発想が絶えず生まれたんだろうなっていう気がするんですよね。だかかからなかなかその まあ本業がこれなのにこれあのだけをやってないのっていうふうにあの思われる方も世の中にいると思うんですけど実は本当のクリエイティブなことをやるためにはいろんな業種の人たちとの,その,まああのぶつかり合いだとか触れ合いだとかコラボレーションだったりそういうのがすごくあの重要な感じしますよね、うん。 じゃあ野さん、今後の夢とか展望っていうのはどんな感じのことを今もうこのシアトルの場にもう一回いるのでうんそうですねあのやっぱりこう世界に打って出たいなっていう気持ちはすごく今盛り上がってますね。うんあとはうん今 僕がアニメの音楽をやっていてい日本で今とても流行っている「サイコパス」っていうあのアニメがあってそれの音楽とかもやらせていただいたりとか、まあ、海外でどうか分からないですけど日本では「図書館戦争」っていうアニメもあってそれもすごく流行っていてんでんそうですねなんかそういうものって 日本のアニメってやっぱ世界に誇れる文化だと思うのであの日本から世界に発信する方法としてはいろいろあると思いますが、うん、あのオーケストラの分野であのチャレンジングは当然したいしそれはとてももしかしたら一番やりたいことなんですけど、うん、あのやっぱり。 うん、日本人であるから日本人が誇れる文化アニメの中で自分がこう、うん、自由にクレ,クレートしたものがあの世界の人の耳に触れてそれであの日本人すごいじゃんっていうふうに言われるようなものが作れたらいいなと思ってそういうものを作る上で、うん、やっぱり今ちょうどやっている やらせていただいているアニメの「サイコパス」とかはなんて言うんですかねうん,なんとなんというかこう肌で感じるあのいけ,いけそうな感じっていうかうんわからないんですけどです、ねうん、そういうのがやっぱりあってうんうんでやっぱりうんファンの方たちのその作品に対する愛みたいなものもすごくあの作ってる側としてもつながってくるものとかもあって。う それはすすごくいいですよね、うん、やっぱりそのいけそうな感じっていうのをすごく僕も共鳴できて、うんうん、なぜかやっぱりあのまあね我々どちらも比較的、まあ、いろんなことがうまくいってるというふうにいろんな人が思われがちですけどもねやっぱりなんかそのだからあの僕らも今開発してるこのまあ飲み薬で失明を治療するっていう薬も。 まあいろんなプログラムをまあ手掛けてきましたけどやっぱりこのうまくいくっていう感じがすごくするんですよね。だからそれはうまく言葉では説明できないんだけども周りの人の反応であるとかそれにあのいろんなこう全然思いも知らないところで聞くそのことに対する噂であるとかまああのなかなか説明しきれないんですけどそういうものが全部総合されて実感としてああこれは手応えがあるっていうのは分かるっていう時ありますよね。きっとと同じことを 感じられてるんだろうなって思うんですごくこうまああの似たタイプのそのあれですねプロジェクトの進め方をしてるのかなと思いましたねうん、うん、業種は違いますけどね、うん、びっくりしたのがやっぱりその <coughs> 番組についてツイッターやってるんですけどもツイッターであのちょこっとサイコパスのことをつぶやくともう何百リツイートとかされるんですよね、うん、であの。 見ている人の数は圧倒的に連続ドラマの方が多いはずなんですよ。視聴率も高いし、でもやっぱり連続ドラマのことをつぶやくよりも、あの圧倒的にあのアニメのことをつぶやいた方が反応がすごくファンの方が熱心というか、うあの作品を愛しているなっていうのが。 うん作ってる側からしてもすごく伝わってきてやっぱり作りがいがあるしもちろん連続ドラマは連続ドラマで僕の一番の,その,、ね、あの長くやってきて大切にしているフィールドなので、うん、そこはそれでもう僕にとってはかけがえのないものなんですけど新しく最近アニメの音楽とかをやらせて頂い,いているとなんていうか、まあ、そういうのをすごく感じてまあ サイコパスですよ本当に私がねあの好きなアニメーションっていうのはあんまりそんなにあのアニメを見たりあの漫画を読んだりする方ではないんですけども最近、まあ、あの知人に言われて周りの人もたくさん読んでたんで「ワンピースっていうのをねあの読み始めたんですけどもやっぱりあの一,つの一人の主人公が少しずつ仲間を増やして。 まああの誰も一人ではできないような冒険にまあチャレンジングしていくっていう話でそれがあのすごくまあベンチャー企業をやってる私みたいなものにとってはすすごく共鳴でできたんですよねだからまああの菅野さんも素晴らしいお仲間にね恵まれて今仕事されてるっていうのを聞いてますけどやっぱり僕らがこうイノベーションを起こしていってもそれを具体化するやっぱりチームっていうのがないと実際にこの本当の社会にインパクトを与えることは我々もできないんでそういう仲間を過ごしつつ増やしながらまあ我々も私一人で始めて。 23人の人が仲間になって今はまあ100人近くまでこう人が増えてきてるわけですけれどもやっぱりその何て言うのかな「を読んだ時にそのチームの作り方だとかどうその仲間をのやる気をこう引き出して一緒にあの同じ目的のために進んでいくかっていうのにすごく共鳴して最近よく読むようになったんでそれはあのすごく好きな漫画ということになりますね今。 あのまあちょっとまだあの具体的には言えないですけどあの僕と久保田さんであのちょっと世界をあっと言わせるためのプロジェクト今画策中でそれを今それのまあ ななんて言うんてていうでですすかねねネゴシエーシーョンののたために来るみそ通りです、ね、<laughs> 準備をして、えーまあ、戦略を立てて、ね、まあ向こう2年ぐらいのプロジェクトなんですけれども、えー、今から、まああのね、このシアトルをベースに全世界に、まあ、この観音ミュージック観音ワールドをねこうどうやってこう広めていくかインパクトを大きく与えるかっていうのを一緒にやるというのを、まあ、今回始めたということなんですよね。うん 僕も本当ね自分が最初にアメリカに来て右を左をわからない時からやっぱりいろんなあの当時いた先輩方に助けられてまあ今があるわけなんでまあ自分もねここでまあ10年以上いますからできればそれを次のジェネレーションにね恩返しをしたいという思いがすごくあるんですよねそういった中でまあカナさんに出会ってまあほとんどねあの僕もあの友達としてねあのすごく親しく付き合ってもらってねありがたいですけれどもやっぱりあのね僕ができないことをカナさんやってるし僕がすごく尊敬している人でまああの。 やっぱり、ね、あの自分が先輩から頂、まあ、い,いて助けてもらったことを菅、まあ、野さんにもなるべく、ね、こう僕ができる範囲ですけれどもサポートしてその、まあ、世界に発信していくのね、に協力できたら、まあ、あの少しは僕も先輩からいろいろしていただくの恩返しになるかなと思って、まあ、シアトルで一緒にプロジェクトができたらというので今一緒にやろうというふうにしてるわけなんですよね。さん今おっっしゃったように 僕らはもう何にも前例がないことをどん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 やっていく仕事をしてますからそういった意味ではもう絶対諦めずにやり続けるとかもう本当ありとあらゆる手段を使ってでもその今ね菅野さんが音楽を聴いてもらう僕らはこの薬を開発するためにいろんな人に投資をしてもらうことをやらなきゃいけないっていうのは本当はあの若い人たちにもあの是非やっ まあ聞いていいてたただきたいですよねそれはもう絶対諦めずに続けるとかもうそれを本当に目指すんだったらありとあらゆることをもう考えられることすべてやってみてそうじゃないうちに物事を諦めててしくくなないなっていっすすごく思いますよね僕らどっちもすごく粘りっこいし絶対もうあのやめないし最後もその目標に達するまで。 絶対諦めなないいじゃないですかそこはね僕らすごくあの似てるなってすごく思うんでそれはあの伝わるといいですよね皆さんにね。うん、いやあのもうね数年後にはもうお友達やめられちゃうぐらい。 すごいその世界的にねノーベル賞を取ってしまわれるような方になってしまうかもしれないんでここで、ね、こういうふうに会社にねあのお邪魔させていただいて一緒にお話しできるのはまあとても嬉しいです。あの東東京京では東京に あのコ内さんよく来られるんでその時いつもね飲んでますけど <laughs> 今後とも一緒に飲んでください <laughs> 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 いやもう本当かなさんとねもうお会いするたびにもエネルギーを僕ももらえてすごくあの嬉しいんでもうぜひあのね今後ともね一緒に活動できたり、まあ、プライベートでもあるいはお仕事の上でもいろいろできたらいいなと思ってますので、うん、まあ今回本当こんなねあの 突然こういうね対談をしませんかということをねお願いしてもう昨日今日でもうこ,うこういうことを引き受けていただけたのすごくありがたかったですしでもこういうふうに僕らはやっぱりねなかなかあのこの分かりにくい仕事の部分も僕のもありますし彼女さんみたいな作曲家もまあそんなに表に出て発信する方って今まであんまり多くなかったと思うんですよ、うん、だからそういう意味では僕らはその点ではユニークかもしれませんけど。 でもやっぱりあの僕らがロールモデルとなって次の世代の人たちがやっぱりまた違った形でいろんな自分のキャリアをまあ積み上げることができるんじゃないかなとかそういう新しいその生き方みたいなのをね発信していけたらもしかしたらあのいろんな方々の役に立てるというか元気のもとになれるのかなと思っているのでこういう対談をね今回はあのできて本当に良かったです。 今回シアトルに来て、えー、アジア人があの世界の人をあっと言わせているところを目の当たりにして、えー、ものすごく興奮しました。えー、僕らの世界で、えー、僕らの世代であの世界中の人をあっと言わせる、えー、日本人を目指して、えー、頑張っていけたらなと思っています。頑張りましょう。 日本を出て世界を見てください見るだけでもすごく視野が広がって自分の可能性の大きさに気づくと思いますですからまあ日本を旅行でもいいですしできれば留学あるいは仕事をするという形で日本を出てみてくださいそうすれば必ず今まで思いもしなかった自分の発見があると思いますので皆さんぜひ外国に出ていくようにというのをお勧めしたいと思います